はい、こんにちは、カズモです。ドラゴンクエスト9続きやっていきたいと思います。今回はですね、クエストもね、やろうかなと思ったんですけど、今ね、176まで攻略してるんですけど、177以降のクエストを、まあ、ずっとやってなかったので、まあ、なんでやらなかったっていうものがあるんですけどね。と言いますのが、まあ、モンスターなんですけど、ここのね、水のダンジョンもね、あと、まだいますし、ここのハテナもね、この氷の、ダンジョンの一番奥にいるね、まあ、モンスターとかまだ会ってないんですね。だから氷が、そうですよ、氷と、あとね、まあ、水が出ればいいかなと思ってね。でも出そうと思って出るもんじゃないので、前回のゴッドアックスができたぐらいの確率で出るダンジョンなんでね。まあ出せればいいかなと思ってるんですけど、まあそう簡単にはいかないので、まあ地図巡りしながらね、まあ、ランク10を拾いながら行けばいいかな。まあ、進展あるかないかわかんないですけどね。とりあえず、ランク8と9はね、もう手に入れたので、あと主人公がね、ちょっとゴッドアックス装備してんですよ。そういえばですね、スキル振り分けも825ポイントとかあって、まあ、振ってないだけなんですけど、これね、斧とかマックスにしてゴッドアックスにしといてもいいかもね。別に主人公攻撃しないもんね、だってね。これ素手スキルとか振ってもいいんだけど、なんだろう。特技の項目増えるとね、その目当ての使うまで結構遠いじゃないですか。だからわざと振ってないっていうのあるんですけど、素手を使わないですもん、だってね。だからこういう闘魂とか使いますんであげますけど、これ全部の職を意味あるので。まあ一応ゴッドアックス持ってるからね。メタル系とか出てきた時、レベル上げるときに便利なんで魔人斬りとかね。当たればだけど。今更。まあほとんど最後の方にね全部振ろうかなとは思ってますけど、今やっちゃうとね、まあ主人公応援しかしないからいいんですけど、そうだね、主人公そういえば応援しかしないもんね。応援と盗むぐらいかな。あと仁王立ちぐらい。キングオブアクス、大地を切り裂く男、ぶった切り大魔人ぶった切り大魔人が最強なんだね。とりあえずこれで、でね、でこの間にちょっとねやってまして、まあその間に収録したものもあるんですけど、タカラン地図。まあ、実はね、ちょっと裏作業でね。まあ、恒例の裏作業でね。まあ、ここね、ちょっと吟味したんですけど、ここら辺入ってみようかなと思って。ランク高い地図。あと、この70なんですけど、ここも、まあ、前回のね、神引きしたとこの、まあ、ランク、あ、違うな、階段、9階層以降の、出てくるモンスターが1階にいたので、まあいいのあるかなーっていうね。だクリアして、いい地図だったら取っといて、ダメな地図っていうかね、ダメ、まあそうだね、ダメな地図だったら、また違うのに変えようかなとかね。いろいろ考えてますけど、持てる制限あるので、これドミルだね。だから今回はね、まあ次の、そうだね、地図見つけられればいいかな。見つかればよしですけど、見つからなかったとしても何かしら手に入れたいですよね。でもし見つからなかったら、また恒例のね、また進化の秘石とオーブで、なんかできればいいのかなとかいろいろ考えてますけどね。まあね、いつも見てくださる方にはちょっと申し訳ないんですけどね。まあ初めて見る方のために、まあ何ができたかとかね、伏せていただければ嬉しいです。ということで。ここ入ったはいいけど、まだ1階からね、回ってないんで、何があるかわかんないですよね。まあ、ボスも何いるかわかんないですし、ギリメカラとか1階からいるので、前の、メタスラの槍とか取った、まあ、ダンジョンはこんなんじゃなかったんで、ね、はい、避けられない。まあ、避けられなかったら避けられなかったで戦闘しますし、コマンドでね、まあ、スルーしてもいいですけど、まあ、そんなやり方でやっていきたいと思います。何かしらね、落とすときあるんでね。そうそう、転生しとくかな、じゃあ。なんかしらね、まあ、進展っていうかね、新しいアイテム手に入れたら進展になりますので。やばすぎんだろ、この攻撃力。とりあえず3階からアイテム起こってるので、また吟味しましょう。でね、
氷か水最強クラスダンジョンが見つかれば、もう次収録でね、もうやること決まってるので。もう今回はボスラッシュですね。まあ何落とすか落とさないか別として、あと、まあ何かしらね、一回拾ったアイテムであっても、まあいいものが入ったら収録しますし、そんな感じのパートだと思います。あら あら、メタスラの固定だね。ランク9だね、8階の落っこったところ。おお、3000いいね。ランク9多いね。10あっかもしれないね、もしかしたらね。まあ、ランク9はあったけど、そんなに、ああ、イボイの、これなんだっけ？これは、氷か。これの装備取りましたっけ？そういえば。どうだろう。ズボンね、2枚取ったんですよね。応援ですよ。応援の、混乱持ってますからね。確認ですね、これ。多分これ弱点だと500以上いったらもうね、これ完全にもう弱点ですね。はい、終わり。さて、まあ2%落とさないでしょうけどね。5回落としたんかな、今までで。だいたい250回入ってるか入ってないかなんで。お、83。こう行ってみましょうか。もう今回ね、取ったもの、取ったもの行ってみようと思います。残された魂の地図、レベル83ね。あ、下来すぎたな。多分ここら辺だと思いますけど。さて、どっちだ？どっちだ？どっちだ？よし、来たー。氷来ました。でもなんか敵が、なんかそこまでいいのかなーって言ったら、あんま良くなさげですよね、これね。階層が深ければね、もしかしたらね、もしかするんですけど。とりあえず3階から全部巻きましょう、この氷ダンジョンね。何かわかんないので。いいダンジョンじゃなければ、そうだね、また落とした地図から入ってみようかなと。とりあえず水の地図が欲しい。これも大事だけどね。まあ1階からこれいたもんね。あんまりいいダンジョンではないかな。13階あったとしても、もうなんかモンスターも見えちゃってるかな、何がいるか。マタドールグラブ、そこそこ強いやつだね。一通り回ったけど、あんまりいい氷の地図ではなかったね。まあ氷なのは嬉しかったけど、しかもグレーナルじゃん グレーナル地図か。グレーナルの氷だね。ということで、これ以上地図が出ないんで、ここは倒さなくていいや。倒さなくてもいいし、あんまいらない地図かな、正直。これは、この近くじゃん。めちゃくちゃ近いじゃん、ここから。
モンスターはね、新モンスターは出ないと思いますけど、ここだね。まあ、高ランクの地図取ってね、次の、次のね、まあ、地図がどうなのかなっていう。何かしらね、進展がなければ、そのね、いつもだったらね、こう、魔王探しとかね、まあ、魔王探しというか、魔王のレベル上げとか、まあ、オーブとかね、集めといて、ね、思わぬエンカウント。オーブとか集めといて、最後ね、年金大成功するかしないかとかね、まあ、そんなにやってみたりとか、リサイクルストーンもかなり集まったので、進化の秘跡だけかな。でも結構持ってますからね、またあれから集めたので、また目ぼしいものなければね、まあ、ボスまで行きたいと思います。グレーナルだったら倒さないです。グレーナルドロップアイテムもあるんですけど、今ね、手に入れちゃうとね、そこいつ行くんですかってまた話になっちゃうので、まだ行く予定はあるけど、まだ行かないです。しかもいつになるかわからないので、この進行状況によってね、いつもね、配信決めてますので、自分。あ、ここまで行ったんだったら次ここ行けるなとか、あ、これ手に入れたんだったら次これ行こうとか、常にね、やることは変わりますので、このゲーム。だから、いついつ何やるとは言えないんですよね。お、あ、ここに9、3階に9がある。降りる階段の近く。まあ、まだ回ってないんで回りますけど。お、ランク高いのいっぱいあるじゃん、ここ。あれが10なのかどうかわかんないけど、もっと下行かないとね、だいたいなんかすごい下の方に出てくる傾向はあるけど、まだいけんね、これ。9結構多いね。3000ゴールド。お、またあった。おお、メガトンハンマーよく出んな、本当に。あ、あった。ランク10。見っけた。ランク10。ここもまた回るところ。何回 ?10 回?世界樹の葉があるとかランク10なんだよ。よし、探してみようか。まあ、ランク10、あ、グレーナルか。グレーナルはいいや。ここも、まあ一応ね、ランク10がある地図として、グレーナルツアーの、ね、一つとして加えときましょう。まあやっぱ高ランクだもんな。倒しといたらわかりますけどね。まあここね、クリアしたらこの世界樹の葉って出るんですけど、まあ、出なくても自分分かりますんでね。あ、これ出るのか。発見済み、今んとこ。あ、そっか、発見済みで出るのか、これ。あ、なるほど。じゃあ、ここ行こうか。大いなる魔人の地図、86。こっちからでもいいかな。これは、右下だね、地図の。よく出んな、メガトンハンマー。ほんとに出んな。一応ね、ここ、まあ、89のダンジョンかな。83だったかな。あれありましたね。3階にランク9ありました。で、現場席出るってことは9ですもんね、あれね。まあ、ボスまでなんもないかな。ね、こんなもん倒せばお金になりますからね。まあまあ、いい地図ではありますけどね。階段の位置が意味わかんないんですけど、あれ。
なんというダンジョンだ。あ、着いた。ああ、レパルトか。鎧もう一個出ればいいけどね。なかなか出ないな。一応弱点ですからね、あれね。あ、行ったかな。ああ、さすが、レパルト。まあ、でも次で倒せますからね。ボッコさん、めった打ち。もういいや。吸い取れ吸い取れ。さあ2個目鎧落とすか。まあそんなうまくいくわけないよな。さあどうだ。もう反応のしようがないわ。すごいね。いやー、地図のランク下がっちゃったな。いや、なんだけど、ちょっと笑えるね。今どこでしたっけ？ 80？ これだ。見えざる魔人の地図。前撮ったやつだね。2%。これ2%以上あんじゃねえかなってたまに思うんだけど。じゃあ、まあ、魔法使いできねえもんね。どうすかな？まあそうだもんね。主人公はできるけどね。上がるのか。こんな感じになるんだよな。まあ1しか変わんないんだったら、どうなんかな。ね、HP と MP 回復させる鎧だからまあいいけどね。こっちの方がいいけどね。まあとりあえず伝説の鎧、作ってみるか。まあ伝説の鎧でうまくいけば神話の鎧できるけど、伝説の鎧ってとこ埋まってないので、逆に成功したらやばいよね。とりあえず欲しい鎧は手に入った。でも兜とかね、全然入ってないんだよね。何回入りました？あれから。結構、まあいい確率だと思うけど。まあ、前回からね、何個かはダンジョン入ってたので、まあ確率は確率かなーって感じもするけど、2%ね、来ましたね。さて。鎧って何でしたっけ、これ。何必要なんだっけ。劣等部か。あ、あんじゃん。さて、もうかなり時間来たからね。あー、進化の素敵な。でも7つあんのか、まだ。これ使っても。劣等部誰落とすっけ？むむ、この錬金は、こうどうだろうね。大成功したりして。だね、2%のね、鎧拾ったとかね。まあ、錬金でどうなったかはね、コメント欄に書かないようにお願いします。20%か。でも、20%だったら成功するかな。
どっちみち金になるまでやるけどね。さあ行け。どうだ。まあ伝説の鎧でもいい。これは埋まるから。何これ。ちょっと待って、嬉しいけどさ、嬉しいけどさ、もう一個拾わなくちゃいけないっていうのができるんですよ、こうなってくるとね。今直できたから裏技使う暇なんかないですよね。わかりますよねこれね。ああ、ここ伝説より埋まればいいかなって思ったんですよ、実は。で、戻してまたレッドオール貯めて、まあ、やろうかなと思ったんですけど、またレパルド落とすかな。 2% か。さて、さてこれ前ね、なんだろう、前回の神引きで気持ち悪い引き方したって言ったじゃないですか、自分。ランク8の、武器がね、あと2種類、木枯らしのダガーと、あと何でしたっけ、もう1個。あ、風林火山だ。風林火山だけ持ってないんですよ、って言ってね。3階に入った途端に、木枯らしのダガー出てね、あ、行ったそばから木枯らしのダガー出たって右に行ったら、もう次の宝箱からね、風林火山が出て、その下からね、ペンタグラム出ましたからね。で、その階で1回出ないで、そのままね、下に行って、まあ、途中7階9階かな、ランク9の宝開けたら、メタスラの槍が入ってまして、でね、よし、クリアしちゃおうと思って、ハヌマーン倒したら、何でしたっけ、無敵のズボン出ましたからね。5個連続。5個っていうか、ペンタグラムはいいんだけど、欲しいのと手に入れてないのとかね、2% がね、もう1回で入ったっていうとんでもない神回だったんですけど、今回ね、もう出ないだろうなと思って、2% が出て、で、ね、そのままその足で来たら神話の鎧できましたね。これまだ1回も見せてないんですよ。神話の鎧2個あんのに、伝説の鎧1回もできてないっていうね。こういう奇跡が起こるんですよ、このゲームは。よし。じゃあね、ロト装備とかね、そうだ。まあ、やろうとは思ってるんですけど、まあ、また説明しますけど、前の動画でも説明したんですけどね。これだ。どうやってな。こんなのとかね、錆びついた兜とかも、クエストでね、どっちみちこの錆びついた兜とかね、元に戻して、まあ、見せなくちゃいけないようなね、クエストとかあるので、まあ、これね、別に今は錬金方法とか自分してますけど、これいつやるんですかってね、もう多分100件近くね、今までコメントを返してるんですよ、自分。なんで、また説明しますけど、また最近ちょくちょく来るようになったんでね。これね、クエストであるので、その時にやろうと思います。なので、まあ、それやるんですけど、それのね、対象、例えば、まあ、錆びついた兜あるってことは、剣とかもあるんですよ。なんだけど、また間違えたボタン。こうね。剣もあるよね。どっかにあると思う。あ、あったあった。剣とかもあるんですけど、これもね、その時戻そうと思ってますので。ただ、この鎧ね、錆びついた鎧もあるはずなんですけど、持ってないので、それがね、クエストなんですよね。で、そのクエストを攻略するのに、まだ行ってない地図の敵倒すとかそういう話になってくるので、まだクエストを受け入れないってそういうことです。あと、このね、何でしたっけ?こう、錆びついた兜も、錬金その時やるので、まあ、未だにできないって話なので、まあ、いつかはやるんでね、あと、何々やる予定ですかっていうね、コメントよく来るんですけど、常にいろんなものやる予定はありますので、前回の動画でもね、説明したんですけど、前回の動画のコメントにあったので、常にやろうとは思ってるんですけど、このゲームやるまで何起こるかわかんないので、今回もね、神話の鎧なんか、ね、予定外だったので、だからこれね、できたとかできないとかね、まあ、それ書いてしまうとネタバレになってしまうんでね、冒頭に書いておきますけど、もしね、コメント欄でネタバレする可能性があるので、動画視聴の後に、コメント見ることをお勧めしますって書いておきますんで、あと一応基本的ね、ネタバレ禁止でいただければ、最悪な、ね、初見の方が、ネタバレしてしまうっていうのを防げると思いますので、まあ、自分は知ってるんでいいんですけどね。まあ、してない方もいるので、まあ、自分だけが良ければいいっていう感じで配信はしてないので、そこね、よろしくお願いいたします。まあ、いろんな人が見てね、安心できるようにしようかなと思ってますので、とりあえずね、鎧できたね、これね。あと、盾もそうだね。まあ、今回、また地図、そうだね。何かしら手に入って、また入っていってね、ランク高いものとか、
入んなくても一番下のボスがね、もう落とす、まあ今回運良かったんでしょうけどね、完全に運が良かったと思いますね。まだ私の興奮は続いてるようです。ハグレメタルドラクエ5で2回で仲間入ったり、前回みたいな動画だったり、今回みたいなね、あの 2% 落とした瞬間いきなりまた神話の鎧できるとかね、まあそういう興奮が続いてるのいつまで続くんでしょうかね。一気にこれ逆のこと来ないかなっていうのが不安なんですけど、まあね、まああと何ヶ月か後にね、またねいいことがあるんじゃないかとかね、まあそんなこと考えながらやってますんでね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。